エアー100アルセナル VG90SA-103 アルスナル国営航空交渉はかつてフランスに存在した航空機メーカー。1936年にフランスの軍需産業の国営化に伴って設立された。第二次世界大戦後の1952年に民営化されスフィクマズとなり、1954年にスンカンと統合されてノールアビアシオンになった。 ノール・アビアシオンは、ュド・アビアシオンと1970年に合併し、アエロスパシアルになった。さらに国際的なコンソーシアムのエアバスを、ブリティッシュ・エアロスペース・ダサと設立して、最終的には2000年7月10日に、ドイツのダサとスペインのカーサと合併して、共同会社、イズとなった。イズは、エアバスの親会社である。戦闘機や滑空機など多様な機体を開発した。 それらの伝統はノールアビアシオンに受け継がれた。1949年にフランス海軍航空隊向けにスナカック NC1080 とノール2200に対抗して開発されたアルセナル VG90 艦上戦闘機は試験飛行で墜落して中止された。ありがとうございます。